終わってみれば大谷による大谷のための大会だった。そんな声も聞かれた第5回 WBC は、大谷翔平のカリスマ性がより際立つ大会となりました。投打二刀流のプレーに加え、仲間とのコミュニケーションやメディア対応、ファンサービスなど、どれをとっても超一流。そんな姿を目の当たりにした各国の監督たちからも、大谷への称賛の声が上がりまくっています。そこで今回は、気になる監督たちの声を紐解いていきましょう。文句のつけようがない大会 MVP。 今大会のワールドベースボールクラシック WBC では、通算成績を見ても大谷のリアル二刀流の凄さが凝縮されていました。 MLB の公式ツイッターは、大会後の3月23日、翔平大谷は驚かすことをやめようとしないという記事を投稿。大谷が記録した投打の主な成績を紹介しています。投手としては、9回3分の2を投げて2勝、全選手内で1位、1セーブ、11奪三振3位、打者としても打率4割3分5厘4位、1本塁打、8打点4位、 OPS が 1.345 3位。結果、主要な成績が投打両部門で全選手中の上位に入っていて、大谷しかできない奇跡的な記録が並んだのです。ちなみにこの投稿には、あっという間に1万件以上のいいねが入ったほか、ベースボールグッド、野球の神様、これにバント、安打と盗塁もあったぞなど、世界中のファンから称賛の声であふれていました。もちろん、それをグラウンドで目の当たりにした相手チームのメンバーたちも同じ心境になったに違いありません。特にチームを率いた監督たちの声には、世界共通ともいえる大谷の魅力が詰まりまくっていました。ということで、ここからは当チャンネルが独自に選んだ各国の監督語録をランキング形式で見ていきましょう。第5位、思った投球とは違ったが大谷はさすがでした。中国代表監督。負けました、その一言に尽きると思います。試合後、完敗を認めたのは、第1次ラウンドで侍ジャパンの初戦の相手国となった中国代表を率いるディーン・リロイ監督。この中国戦では、投手大谷が先発。中国打線は大谷に対し、4回までは1安打無失点とほぼ完璧に抑え込まれました。3点を追う6回、1番のリャンペイが2番手ピッチャー戸郷翔征からソロホームランを放ち、意地は見せたものの、合計3安打、なすすべなく1対8で完敗しました。リロイ監督は、試合途中まではいい記者会見ができると思っていたがと前置きした上で、大谷についてコメントしています。彼に対して勇敢に向かっていき、いいスイングもあった。しかしながら、翔平は翔平だった。思った投球とは違ったが、大谷はさすがでした。前評判を下調べし、大谷対策を十分に練って警戒をしてきたようですが、それも通用しなかったと完敗を認めていました。一方、その上でこんなことも語っています。中国の野球の未来は明るく、この試合を続ければ未来は明るいものになる。中国では2008年の北京オリンピック開催の際、野球に力を入れるようになったと言われていますが、今も国民的な人気は乏しいのが現状。つまり監督は、そんな中国野球の未来に希望が持てる大会だったと締めくくったのです。この WBC を機に、日本の野球を追い越す機運が高まり、いつか国際大会で日中戦が盛り上がる日が来ることを願いたいですね。第4位、素晴らしい笑顔とともに活躍していることを世界に伝えたい。チェコ代表監督。日本、本当にありがとうございます。頭に日の丸と必勝の漢字2文字が入った鉢巻きを巻いて会見に臨んだのは、チェコ代表のパベル・ハジム監督。1次ラウンドでは、
1勝3敗で敗退となりましたが、チェコ代表の選手たちは日本戦をはじめスポーツマンシップあふれる行動などで野球ファンの心をつかみました。そのチームを率いたハジム監督は最後のオーストラリア戦を終えた後、日本に大きな感謝を表したのです。大谷だけでなく素晴らしい選手が日本にはたくさんいる。朗希佐々木はエスカラに支給を与えたお詫びにお菓子を持ってきてくれた。本当に野球は世界を結ぶと思った。ハジム監督が話していたのは3月11日の試合で、先発の佐々木朗希がチェコのウィリー・エスカラにデッドボールを与えてしまった時のエピソード。投じたのは162キロの剛速球。それでもエスカラは一塁に達するとダッシュしてみせるなど大丈夫アピールをして周りを安心させてくれました。すると13日にはボールを当ててしまった佐々木が自らチェコの宿舎へ。自腹で大量購入したお菓子を持ってエスカラにお詫びをし、お菓子を差し入れた後、友好的なツーショット写真も撮影したのです。ちなみに購入したのはもちろん千葉ロッテの佐々木らしくロッテのお菓子でした。野球は戦争ではなく紳士のスポーツだと実感した。朗希さんの温かいお心遣いは我々にエネルギーを与えてくれた。日本全体にありがとうと言いたい。ハジム監督はそう感謝の言葉を述べています。そして日本で最も注目したという大谷についてもこう触れました。大谷が素晴らしい笑顔とともに活躍していることを世界に伝えたい。ウクライナとロシアの戦争が続いているが、こんなに素晴らしい世界があることを伝えたい。チェコは戦争が続いているウクライナと地理的にも近いことで知られ、ウクライナ軍への支援を続けています。身近なところで起きている戦争を知る国民だからこそ、野球というスポーツが持つ国際親善力を痛感したのかもしれません。それを日本の大谷が教えてくれたと話してくれたのです。プレー以上に野球を通して大谷が見せてくれた様々な振る舞いに感動を覚えていたようですね。その上で、私は朗希佐々木のファンになりましたし、翔平大谷は新しいベーブルースだと思いますと二人を絶賛。最後にはこう締めくくりました。チェコには日本でプレーすることを夢見ている選手がいます。もしそれが実現すればチェコの野球の発展につながると思う。ありがとう。サンキューベリーマッチ。ウィンウィンウィン。日本語を交えてハチマキの必勝の文字を指差し、笑顔の会見で大会を終えました。第3位、大谷は地球人ではない。オーストラリア代表監督。侍ジャパンは世界一のチーム。試合後にそう語ったのは元メジャーリーガーでオーストラリア監督のデイビッド・ニルソン監督。リンゴの登録名で2000年に NPB の中日ドラゴンズでもプレーしたことでも知られます。ニルソン監督は1次ラウンドで日本に唯一黒星を喫した後の会見で、強力打線に投手力、素晴らしい守備、本当に本当に上手にプレーしても勝つチャンスがなかったと侍ジャパンに対し脱帽状態。特に勝敗を分けた要因としてあの一打を挙げました。大谷選手の500フィート152メートル級のホームランだった。このオーストラリア戦で1回ノーアウト1、2塁の場面で打席に立った大谷は、2球目の緩い変化球を捉え、バックスクリーン右にある自身の顔が映る看板を直撃するホームランを放っています。異次元の特大アーチに満員の東京ドームがどよめきと大歓声に包まれました。実は大会が開幕する前にもニルソン監督は日本の朝日新聞の単独取材に答え、大谷は地球人ではない、彼はスーパーアスリートなどといったコメントを連発。実際侍ジャパンとの試合では大谷の本領を目の当たりにすることとなりました。さらにニルソン監督は日本の野球論についても触れています。
侍ジャパンはいつの時代も強いですが、選手の進歩でいうとここ5年10年で大きく、そして力強くなりました。大谷選手、村上選手を筆頭に彼らの打席は非常に良いですし、スキルレベルが非常に向上しているという印象を受けています。2000年に自身がプレーした頃の日本の野球と今の野球とを比較し、その飛躍ぶりに驚きを隠せない様子でした。第2位、彼はアウトにするのが難しい選手です。イタリア代表監督。日本のような強豪を相手に8四球では勝てません。3月16日の試合後、会見で日本に対してリスペクトの思いを口にしたのは、イタリア代表を率いるマイク・ピアザ監督。初の準決勝進出を目指して戦ったイタリアでしたが、5大会連続で4強進出を決めた日本の前に3対9で敗れました。ピアザ監督は、試合前にもお伝えした通り、どれだけ素晴らしいチームかは分かっているつもりだったが、思ったところにコマンドできず8つの四球を与えてしまった。日本のような強豪を相手に8四球では勝てません。結果的に我々の思ったような展開にはならず、相手の投手陣もタフだった。しんどい試合でした、とチームが与えてしまった8つの四球を機に相手に流れを渡してしまったと分析しました。この試合で大谷が見せたのが、3回守備シフトの裏をついたセーフティーバント。これについて、彼はバントなんかしたっけ、と笑顔でおどけたピアザ監督は、大胆な守備シフトについてはスカウティングレポートや守備コーチを信用していた結果などと説明しています。事実、初回は無視1、2塁の場面で大谷が放ったセンターに抜けようかというあたりを、2塁ベースの後ろ付近を守っていたショートが倒れ込みながらキャッチ。初回のライナーは良い守りをしてくれました。あれがイタリア代表の意図するプレーでした、と守備シフトの柵がはまっていたことを強調。さらに大谷についての印象をしみじみと語りました。彼のような素晴らしい打者、投手でもありましたが、攻撃面でも貢献しようと思ったんでしょう。彼はアウトにするのが難しい選手です。大谷は我々の守備を瞬時に判断して抗おうとしたのかもしれません。素晴らしいプレイヤーです。聞けば準備した大谷対策はあったものの、それを大谷が上回ったのだとか。ひたすら大谷のプレーを称えていました。ちなみに会見の最後には、日本のファンへこんなメッセージを寄せています。街を歩いていた時にも気がついてくれて本当に光栄な瞬間でした。野茂英雄とバッテリーを組んでいたことで覚えてもらえているのは感謝です。そう、ピアザ監督といえば、日本人メジャーリーガーのパイオニア的存在、野茂英雄とバッテリーを組んだことでも知られる名キャッチャー。日本でもその姿を覚えているファンが大勢いたのです。ピアザ監督は続けて、次は観光客として気楽な気持ちで日本に帰ってきたいと思います。今回は監督としてでしたが、素晴らしい時間を過ごせました、と近い将来の再来日も予告しました。第1位、彼はスポーツ界のユニコーンだ。アメリカ代表監督。最後はやはりこの人でしょう。決勝戦で侍ジャパンと死闘を繰り広げたアメリカ代表のマーク・デローサ監督。試合後の記者会見で、デローサ監督はアメリカが1点ビハインドで迎えた9回表、2アウトランナーなしで迎えたあのシーンに言及。ロサンゼルス・エンゼルスの同僚マイク・トラウトと大谷という2人のレジェンドが対峙したドラマチックなクライマックスについて語りました。トラウトの出番で違う最後になることを望んでいた。2人の対戦は信じられない、夢のような場面だった。 WBC は本物の舞台なんだ。今夜の試合は野球界の勝利だ。監督はこのシーンで、最後トラウトが三振に倒れたことに触れた上で、
侍ジャパンの勝利を称えました。さらにこんな意味深なコメントも残しています。世界中が大谷という選手を目撃した。あの重要な場面で登場し戦う姿を世界中に見てもらえた。本当に誰かが書いた台本のようだった。私が書くのだったら大谷を相手にトラウトが打つという最後にしていたけれどね。監督がこう語る背景には、 WBC をエキシビジョンの大会と位置づけるアメリカ国内の風潮や評論家たちの批判的な声があったと言われています。大会前、国内では MLB のシーズンを前に怪我につながりかねない危険な大会だと批判する声さえ上がっていたのです。しかし決勝戦に進んだアメリカ代表にはスタジアムに響き渡る USA コールが送られ、世間の風向きが変わったことを意味していました。デローサ監督はそれを肌で感じ取っていたに違いありません。最後にアメリカチームに向けて、本当によくやってくれた。チームはがっかりしている部分もあるが、このチームが一緒にここまでやってきたことを非常に誇りに思っていると、 WBC で力の限りを尽くしてくれた選手たちに賛辞を送っていました。ちなみに9回にリリーフ登板した大谷についても、彼に持て余すようなシーンというのはないということに最も驚いた。マクニールに死球を与えても全く動じず、ベッツ相手にもひるんでいなかった。 MVP の選手と対峙しようが関係ない。彼はスポーツ界のユニコーンだ。他の選手も大谷のように二刀流に挑むかもしれない。だが彼のようなレベルまで達するのは本当に困難だろうと称賛。アメリカチームを打ち破る原動力となった二刀流の侍に対し、最上級の賛辞を送っていました。2026年の WBC にも出場宣言。今大会を受け、スペインの日刊スポーツ紙マルカはこのように評価していました。世界が正しい環境でこのスポーツの魔法を目撃した。2023年の WBC は史上最高の大会の一つとして記録されることだろう。どうやら日米だけではなく、ヨーロッパ人の目から見ても今回の WBC はこの上なく印象に残るものとなったようです。果たして3年後の第6回大会はどんな選手がどんなプレーで世界を魅了してくれるのでしょうか。実はそれに関して我らが大谷翔平が気になる発言をしていました。全日程が終了した後の会見で、3年後に開催される第6回 WBC について質問されると、出たいですね。僕自身がまずは一定のレベルに居続けることが条件ですし、もちろんそうなるために最善の努力を毎年したいなと思いますと、次回大会に出場する意欲を示したのです。3年後、大谷は31歳。野球選手として円熟味を増す頃、二刀流の侍はどんな進化を遂げているのでしょうか。侍ジャパンの支柱として、あの感動、あの興奮をまた違った姿で私たちに見せてほしいですね。ちょっと気が早いですが、3年後を楽しみにしましょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後も大谷翔平に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。